キープしてきたメンバーがファイナルの内枠に並びました。絶好枠を手にしたのは萩原秀人選手。2号艇若林翔選手はこのレースは3節連続 B がかかる一戦です。そして3号艇服部達也選手は2020年の自身初 V 以来となる丸亀制覇を狙いますが、外枠には経験豊かなベテラン勢がずらっと並んでいまして、コース取りから熾烈な戦いとなっていきそうです。丸亀ブルーナイター丸亀1グランプリ藤村杯、6日間にわたる戦いもいよいよファイナル頂上決戦を迎えます。水面上第12レース優勝戦、1号艇萩原秀人、2号艇若林翔、3号艇服部達也、4号艇川北弘隆、5号艇山本浩二、6号艇吉川明夫、以上6名の対戦です。すでに4艇がホーム側へと移動しています。インコースには1号艇萩原秀人、準優勝戦の再現、最後も華麗な逃走劇披露となるか。2コース2号艇若林翔、平和島、玉川に続いての3節連続優勝へ。3コース3号艇服部達也、初優勝を飾った丸亀で自身3度目の V を狙います。4コースに6号艇吉川明夫、ピストンリングを交換しての登場です。6号艇吉川、ダッシュは2艇稼働、5コースに4号艇川北弘隆、5コース戦となりました。どう攻めてくるか。最アウト6コースに5号艇山本浩二、およそ7年5ヶ月ぶりの V へ。6コースから第12レース優勝戦、進入体系内から1番2番3番6番ダッシュ4番5番です。スタートしました。内側の3艇コースタートか。1号艇2号艇3号艇スタート後も出ていこうと4号艇ですが、3号艇がブロック。その間先に回る1号艇萩原、外を行く3号艇に、内からは2号艇若林バックへと入ります。先頭は1号艇萩原、2番手優勢は5号艇山本、外から4号艇3号艇追走となっています。第12レーススタートは正常です。一周にマーク、先頭1号艇萩原、2番手内から6号艇吉川、その外から回っていく5号艇山本、内からは3号艇服部、ホームスレッチ。先頭は1号艇萩原、2番手外から5号艇山本優勢も、内から3号艇服部、外からは6号艇吉川追走で2周1マークです。先頭1号艇萩原、2番手内から3号艇服部旋回、その懐さばいていく5号艇山本浩二、向こう上面と入ります。2番手優勢は5号艇山本、しかし一定審査、3番手から追走3号艇服部、4番手に6号艇吉川、レースは2周2マークです。焦点2番手争いか。先手を取っていくのは5号艇山本、外握っていく3号艇服部達也、ホームストレッチも2番手優勢5号艇山本、3番手3号艇服部となっています。1番5番3番、レースは最終周回へと入っています。この後の G1 連戦に向けて弾みをつける優勝ということになりそうです。先頭は1号艇萩原、2番手5号艇山本、3番手3号艇服部、1番5番3番、それでも2番手3番手やや近い状況でレースはラストコーナーへと移ります。今年3回目、丸亀では4回目、通算68回目の優勝は目前。先頭1号艇萩原、2番手5号艇山本に、うち狙ってくる3号艇服部ですが、2番手は5号艇山本優勢か。まもなくゴール。先頭1番萩原優勝の五輪、2着は5番山本、3着3番服部五輪、6番2番と五輪、ラスト4番川北五輪です。見事優勝しました萩原秀人選手にお越しいただきました。おめでとうございます。どうもありがとうございました。今のお気持ちいかがですか？はい、すごく嬉しいです。まあ、コースに動きがある優勝戦でした。いい状態でいけましたか？まあ、そうですね、はい、いろんな作戦、いろんな思惑があると思うので、今度どこかでやり返そうとは思いますけど、はい。まあ、今節は丸亀1グランプリといって丸亀校舎が集まっているシリーズだったんですけど、丸亀水面どうですか？お好きですか？まあ、校舎かどうかわからないですけど、まあ、とても好きな水面の一つです。今後は G1 戦控えております。いい弾みになりましたかね？またそうですね、丸亀の記念呼んでもらっているので、はい、しっかり走りたいです。それでは意気込み含めてファンの皆様に一言お願いします。はい、自分もしっかり走っていきますけど、福井支部の若い
これはみんな頑張ってるので応援してあげてください。あと息子の状態もよろしくお願いします。萩原選手でした。おめでとうございます。優勝した萩原秀人選手のインタビューをご覧いただきました。改めて優勝戦の結果を競争成績の画面でご覧いただいています。注目の新入ですが、スタート展示本番レースともに